です。はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、前回、モルトクラブ飲みましたんで、今回は、その上位互換と呼べる、オールモルトというね、うん。まあ見た目というか、この、若干瓶は変わったんですが、ほぼ変わんない感じのね、ニッカウイスキーの。まあ、オールモルトと言ってますけど、前回のモルトクラブもですね、ちゃんとオールモルト製法を使った、100% モルトウイスキー。グレーンを使ってない。ね。ウイスキーなので、まあ、別に名前は変わったのはなんでだという感じなんですが、アルコール度数も変わりません。40度。容量 700ml。原材料がモルトのみ。値段が1300円か1400円ぐらいですかね。1400円ぐらいだったかな。長期熟成モルトをブレンドしたモルト 100% ウイスキーです。日課独自のオールモルト製法ならではの豊かな香りと芳醇な、味わいが特徴です。うん。ね。これも飲んでみたかったんですけどね。前回、モルトクラブがちょっとあまりにも、正直、残念だったんで。ね、今回は、こっちに期待を持ちたいと思います。ね。まあ、飲み比べますけどね。まあ、値段が300円ぐらいちょっと違うんで。ん？これは、香りが明らかに強くなって、さらに甘い香りがすっごいしますね。モルト、オールモルト。ものすごい甘い香りがします。ニッカ独特のこの、ね、ニッカといえばこの甘い香りですけども。すごい。うん。じゃあ乾杯。まず違うのが、口当たりがまず結構辛口になってますね。うん。うん。うん、うん。口当たりというか、まあ、うん。全体的にね、竹鶴12年にほぼ類似です。ほぼ酷似してますね。非常に似てる。ほとんど変わらんぞ。待て。ん？竹鶴12年にほぼ似てるっていうか、口当たりが結構辛めで、ピリピリっとした感じも、まあ、なくもない。で、口の中に広がった、このアルコールの感覚もブワーっときて、結構、うわーっとする。感じも非常に似てる。で、香りも非常に強い。うん。で、基本的にこの、香りがものすごく甘い。うん。うん。これは、ほとんど竹鶴12年に酷似しすぎて何が違うのかも、もはやわからない。ですね。
この口当たりと残る感じも、コクというか、まあ、コクなのかな。もうね、喉のあたりにもうね、だいぶね、熱いこの、アルコールの感覚がこう、ブワーっとくるんですよ。てか、どうでもいいんだけど、フロムザバレル飲みたいんだけどさ、これもな、高いんだよな。2000円ぐらいするもんな。フロムザバレル。まあ、今度買いたいんですけどね、フロムザバレルね。アルコール度数 51% ですからね。なかなかすごいですね。てか、未だに売ってるとこが一つぐらいしかない。一店舗ぐらいしか見たことないんだよ、フロムザバレル。まあ、でも、竹鶴12年と、個人的にほとんど何が違うか、正直、ほぼわからない。感覚ですね。ほぼわかりません。でもやっぱ結構辛口っつうか、結構辛いですね。全体的に。全体的に。ちょっと辛い。モルトクラブが非常におとなしかったんで、ここまで変わるか、っていう、なんかそういうのはありますね。あらーと。モルトクラブはやっぱり非常におとなしいね、ウイスキーだったんですけど、オールモルトになって急にこうドカッと個性的になったかな。逆にこうなると、わざわざ2000円出して竹鶴12年を買う必要はないかなと。まあもう売ってないんですけど。ね。1500円か400円、1400円か。出してこっち買った方が全然いいかな。ちゃんとスモーキーフレーバー、スモーキーな味わいもしっかりありますんで。全然こっちは問題ない。ですね、個人的に。逆にこのピリピリっとした感じは、個人的にあんまり好きじゃないんで、このアルコール臭はね、逆にモルトクラブの方が、なんか、落ち着くっていうか、まあ、なんかそういった感じの、ね、感覚はあるんですけど。やっぱり、全然この、
口当たりとかが、まろやかなんだけど、香りもないんだよな、モルトクラブな。だって、言うて、香りもない、コクもない、甘さもない。ここは全部ダメなんですけど、唯一救いとしては、やっぱまろやか、口当たりもまろやかっていうところで、があるんですけど、難しいっすね。これはね、やっぱりでもウイスキーにとって香りがないとかって、コクがないっていうのはちょっと致命的かなと。こうピリピリっとした口当たりの粗さは、まあ、ねえと。まあ若干は許すかと。まあ、ハイボールとかにしてしまえば、まあ、そこら辺なくなりますからね。やっぱ香りとかはやっぱ重要でしょうね。モルトクラブに比べて、オールモルトはやっぱり甘さが強い。香りが強い。コクが強い。そして、アルコール臭が強いと。多分これは、竹鶴12年よか多分甘さが強い。個人的に竹鶴12年よかこっちの方が美味しいです。これは。竹鶴12年よか甘さが強いので、甘い香りとかっていうのが、結構ありますね。なんで結構、俺は好きです。けど、でもこれ買うんだったら、ブラックニッカ8年買うかなって。そこなんですよね。これ買うんだったらブラックニッカ8年買うなーっていう。まあ値段的にも、ブラックニッカ8年1500円ぐらいですからね。まあでも、竹鶴12年買うよか全然いいなって。買うよかは絶対こっち買った方がいいなって。いうのはわかります。ので、そうですね。どうしようかな。まあでも、こんな感じか。ね。結構評価としては非常に高いですよ、これは。まあただ、あんまりそこまで、おすすめは、まあでもおすすめはまあするんですけど。ね。はい、コクが四つ星。いや、普通に、コクは非常にあるなと。甘み五つ星です。これは多分今まで飲んできたニッカウイスキーの中で、もうかなりの最上級レベルの甘さかなと。香り、五つ星。これも非常に香りは、甘い香りとともに、非常に甘いです。甘い香り、甘みが、その香りに変わった感じ。なんで非常に強くて、五つ星。まあ、ただおすすめ度数としてはこれ一個、本当は五つ星にしたいん、こともないんですけど、まあ、ね。
まあ、個人的にちょっと口当たりが非常に気になるんで、口当たりというかアルコールの、こう、ピリピリとした感じが、まあ俺好きじゃないんで、うん、そんな感じです。まあでもぜひ、ね、これぐらいの、まあでも、って感じですかね。でもこれ買うんだったらブラックニッカー8年かな、といった感じでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。